こう、今日はですね、何本だ、1、2、3、4、5、6、7、取り留めもなく7本の道具結構ね、フィーディングのやつも狙えればカバーのやつも狙うぞってことで、いっぱい持ってきちゃいましたよ。よいしょ。でやってみたいなと思って、最近使ってなかったこの F0 の 68XS、 西マノのコンプレックス、これでちょっと朝一フィーディングのバシャバシャと餌を追っているやつを狙えないかなと、久しぶりに引っ張り出してきました。これにね、マス針をつけて、なんか浮くアーム、これをですねちょいちょいちょいってやって釣れないかなってことで、朝ボート屋さんでこのフォグショットの3番、最近マス針がなかったんで、オープンウォーターで釣る予定なんで、ガードなしのマス針、これでいいんですね。ウクワムを結んでやってみたいと思います。ワームはですね、中古で売っていた今勝のレインボーシャット、こんなのどうかな、これ浮くでしょ、こんなん食ってでしょ、なんだからへんにちっと、今日は横刺しから出たよ、おちびちゃん坊主回避、はい、綺麗なバス君ね、ちょっと静かに朝一に数をとりあえず重ねますよ。おー、食った、おー吸い込んだよ、2匹目、うい、いやー今ね、目の前で食ったんだけど、そーっとスポッとね、ちびバス君ありがとう。あー、お気にいるんだね、お気でチポッとかたまにやってんのはどうやらバスのですよ。いやー、今の食った瞬間、超至近距離なのに、なんだかよくわかんなかった。吸い込みバイト。ちょっと波紋がポワワワーンってなってて、まさかなーと思って投げたら、